ございます。ちょっと膝の調子を、伺いながらやってたんで、最初からやってる人よりは少し出遅れる形になっちゃってるんですけど、まあ、開幕はもちろん、いい準備していきたいですけど、まあ、僕にとっては、まあ、1年間なんとか、チームから離れず、チームに貢献できるようにっていうのが自分のテーマなんで、まあ、そう考えるとまあ順調に来てるかなと思います。まずは、怪我しないことで、あとは試合だったり練習を重ねていけば、まあ、徐々に体も慣れていくかなと思って、まずは怪我せず頑張りたいなと思います。チームの ACL っていう目標のために、全力で頑張りたいなと思います。今年も熱い応援よろしくお願いします。